人といる時でもそうだ。何にも考えちゃいない、だけど頭の中を何かが回ってて、小さいけど本当は大きな何かを感じてる気がしてる。言葉で説明できないんだけど、僕には大事な何かなんだと思う。人に理解されないものは価値がないなんて君も思わないだろう。知りたい自分の直感に素直で、ずっと遊んでたい。働いて疲れても出てばっかり来たくない。生きる理由なんてこと悩んだって、結論楽しむため。で、はい、そういう曲結局曲の説明めっちゃ短い無駄なことばっかで、まあ生まれ変わりっていうのを信じてまして、で、まあ何ていうか、今身近にいる大事な人っていうのが前世で絶対つながりがあったと思ってるというか、まあ、そういう教えというかね、そういう説があったりとかして、ソウルメイトっていう言葉があるんですけど、あれはクラスメイトとかのメイトと一緒で、もともと一つの魂で
前世で一つの魂だったのが今現世で別々に生まれ落ちて、でそれがまた引き付け合って出会って一緒になったりとかっていう、そういうことなんですけど、まあ言ったらそういう曲ですね。あのダブル、あ、違った、ツインソウルっていう言い方もあるんですけど、なんか厳密にはちゃうかもしれないですけど、まあ、そういうことを歌った曲で、自分の身近に大事な人が前世でもつながりがあったと思ってて、自分の前世の話やと思って歌ってる曲で、皆さんはあのこの曲を自分自身の、皆さん自身の前世のことやと思って聴いてもらえたらと思います。リネの手、君が生まれ変わるなら僕もそこに生まれてまた会えたらいいのに。君が生まれ